ムハンマド・ウルド・アブデル・アジーズは、モーリタニアの軍人、政治家。元大統領警護隊長。2008年に、クーデターで実権を握り、2009年の大統領選で当選し、同年より大統領を2期10年務めた。大統領としては、第4代、国家元首としては、第10代に該当する。2005年8月、マーウィア・ウルド・シィ。 アハメド・タヤ大統領を打倒したクーデターで、指導的役割を果たした。2008年8月、再びクーデターを主導し、シリ・モハメド・ウルド・シェイク・アブ・ダ・ライラ政府首脳を拘束した。クーデター後、アブ・デル・アジーズは、高等国家評議会議長に就任し、高等国家評議会は、公正で透明な大統領選挙を早期に実施し、新しい政治の転換を表明した。 2009年6月に実施される大統領選に出馬するため、同年4月に高等国家評議会議長を辞任。軍の影響力の強い新東京和国連合を結成し、6月の大統領選で当選。8月に第4代大,大統領に就任し、形式的な民政移管を果たした。2012年10月13日には、訪問先から首都ネワクショットへ車で戻る途中。 沿道に配置された軍部隊により誤射され、軽傷を負う事件が発生している。2014年の大統領選挙で再選。2019年の大統領選挙では最側近のモハメドウルド・ガズワニが当選し、8月1日に大統領を退いた。2020年7月9日、ガズワニ政権は調査委員会を召集し、 アブデルアジーズ政権の財政問題の調査を実施し、石油収入や国有財産の売却、国営企業の生産などで不審な点が多数、発見される。同年8月、アブデルアジーズはパスポートを没収され、ヌアクショットに拘留された。2021年3月11日、アブデルアジーズは、元側近ら10人と共に、汚職容疑で起訴された。ありがとうございます。